三浦サリーは、日本の女性歌手。本名は、非公表。秋田県二カ星出身。秋田県立本庄高等学校、フェリス女学院大学国際交流学部、国際交流学科卒業。身長156センチメートル、体重39キログラム、ビューティフルグループ所属。秋田県二カ星出身。幼少期に、宮城県仙台市に住んでいた時期がある。 幼稚園からピアノ、9歳からフルートを始める。小学校から高校まで吹奏楽部に所属し、小学校時代には全国大会への出場経験がある。幼い頃はディズニー、ジブリ映画からも音楽の影響を受け、サウンドトラックを暗唱していた。大学入学後から歌うことに関心を持ち始め、在学中は音楽ユニットのメンバーとして活動していた。 音楽活動と並行して音楽関連企業への就職活動を行った際、現在の所属事務所の社長と出会いデビューにつながった。2010年12月に会いたくてフィーチャリングジョイスティックの配信でプレデビュー。2012年4月にミニアルバム泣きき歌恋の歌のダブルリリースでメジャーデビュー。会いたくてはレコチョククラブ歌週間に。 総合チャート最高デイリー16位を記録。愛してるフィーチャリングクリフエッジは、レコ直尺歌フル総合チャート5位を記録した。メジャーデビューまでに配信された楽曲の総ダウンロード数は35万を超える。メディアでは、次世代歌姫、新配信女王などと報じられた。同じく、デジタルダウンロードで人気を博した点から、西野カナの次世代と目されることがある。また PV には、 ポップティーンのモデルである西川美希が3作出演している。2012年9月よりアーティスト名を三浦サリーとして中華圏へのデビューが発表され、恋の歌君に出会えての中国語バージョンが公開された。2013年4月17日に初となるシングル CD 桜作を発売。この楽曲は東日本大震災からの復興を願って開発され、 福島県に植樹された新種の八重桜、るかの広報活動、福島桜プロジェクトのテーマソングとなっている。小さい頃からピアノは習っていたが、自分で音楽をやり始めたという意味で言えば、吹奏楽部に入って、フルートを始めたのが音楽との出会い。最初はディズニーやジブリ音楽が好きだったが、楽器を始めてからはクラシックを聴くようになった。中学からは、アブリル・ラビーンや、 バックストリートボーイズ、ブリトニー・スピアーズといった洋楽を聴くようになった。R&B にはまったのはリアーナだった。ありがとうございます。